てこられたかな。翼の影響で重心がうまく取れないらしい。たちにこんな役割を強いてしまって、次に意識を失ったら有無を言わさずおぶっていこう。だが今のマールの意志には遮りがたい危機迫るものがある。また大きな岩か。はあっちだぞ。なんか向こう側にラッキーが待ってる気がするんだ。あれ？私寝ちゃってた。目的地に着いてから眠ってしまっていたんだ。ああ、そっか。たどり着けたんだっけ。じゃあ、ここが奇跡の御所。やった。私、やったんだね。ああ。やった。ルスなのかな、女神様。え？うん、私とガレアがお仕えする幸運の女神様。ほら、町の伝説にあった翼のある女の人、その人奇跡の力を持ってるって話の他にね、見かけた人は必ずラッキーなことが起こるって伝説もあったんだ。うん、幸運の女神
様だよ。ここは女神様のお家で、麓の町に降りて人助けをしてたってことだと思う。幸運の女神様なら幸運のこと詳しいもん。どうにかしてくれるよ。マル、ガレア、言ってたよね、私たちは報われない人を助けるって。努力をした人間が報われないのは間違ってるから、だから女神様は私たちを使わせたんだって。それは、私ね、この山は女神様が見守ってるって思って、努力だけは続けなきゃ女神様がお姿を見せてくれないかもって思って、怖かったけどできるだけ頑張ってみたんだ。でもダメだったのかな。女神は見ていたさ。そうだよね、きっと来てくださるよね。そしたら私治るよね。それは無理だ。ゴリア、なんか変。っていうか、なんでガレアにわかるのさ。俺がその伝説に語り継がれる幸運の女神だからだ。え？あの頃、当てどなく町に降りていた俺は、いつしか町の幸せを願うようになっていった。その結果、己の判断を過信し、軽率に力を振りまき、ある家族を崩壊させ、二人の死者を出した。俺は力を振り絞って死んだ子供を蘇らせた。その際、力を半分ほど失った俺は、静養のため、まだ目が覚めぬ子供を連れ、この住処、己の家へ戻ってきたのだ。この山頂は運気が安定している。運のバランスを崩さぬ抑止力を持っている。俺にとっては体調を整える上で最高の環境だった。幸運の神にとっての静養の場なんだ。でも今はここに住んでないじゃん。引き払ったんだ。ここでの出来事と距離を置きたくてな。ここはお前の思っているような場ではない。奇跡の技などありはしない。もうガレアってば、ここに来ても意味ないって分かってたなら教えてよね。意味はある。だから止めなかったんだ。言ったろ、ここは幸運を司る者にとって安息の地。運で形作られた翼の損傷速度を大きく遅らせるだろう。十分だよ。言われてみると元気になってきてる気がするよ。ふん。じゃあちょっとだけここで休憩しよう。それが終わったら今度はちゃんとした解決策を探しに行く。でいいよね、ガレア。ああ、だが行くのは俺一人だ。え？お前はここで待っている。その間に俺が探す。やだよ、私も行く。無理だ。今立っているのも御所の恩恵があるからだろう。ここを離れてはもう動けまい。動けるもん。ちょっとしたら回復するもん。お前に合わせていたら解決法を探す足も鈍る。お前は静養し、俺が単独行動するのが一番の。やだもん。無茶を言うな。やだもん。ガレアと一緒にいたいんだもん。
と一緒だったから怖くなかったんだもん。ずっとガレアと一緒だったから辛くても大丈夫だって思えたんだもん。ガレアと一緒だから私ハッピーだったんだもん。でも、頑張ってついてきてよね、ガレア。全然、ガレアがいたから気が緩んじゃっただけだもん。ガレア、ちゃんとついてきてる？私たちは報われない人を助けるって。努力をした人間が報われないのは間違ってるから、だから女神様は私たちを使わせたんだって。わかった、お前を一人にはしないと誓おう。この場でお前が朽ちるのをただ待つ気もない。俺がお前を助けてみせる。この身に宿る幸運の力で。今ならまだ一人の命なら救えるかもしれない。俺の力なら、俺が力を振り絞れば一つの命を幸運にも救い出すことは可能なんだ。それは他ならぬマールがその身で証明している。もちろん原理がわからない以上確実に助けられるという根拠はない。それでもこの球場で試す価値は十分にある策だろう。そうですか。使えるが避けてきた。恐れていたんだ、人に幸運を与えることを。私の時のこと？誰かに幸運を与えようとすると殺めてしまった二人が脳裏をよぎる。その言い方は違うよ。いや、俺の席だ、疑いようがない。俺は誓った、もう二度と同じ失敗は繰り返さない。それこそが俺の取るべき責任の形だと。結果、俺がこの球場で選択したのは最も当たり障りのない症状の進行を遅らせるというものだった。その異常さをマールにすがられようやく悟った。俺は恐れと迷いからまたも判断を誤り、またもマールを不運に巻き込んだんだな。一度の失敗でめげてちゃ誰も幸せにできないよ。前に私にそう言ってくれたのはガレアでしょ？ねえ、ガレアって自分のこと嫌いなの？今は生きてきて一番己が憎いかもしれん。だったら私がその分好きになってあげるね。何？今は分けられるラッキーがなさそうだけど、それくらいならできるかなって。ハッピー？ああ、俺は間違いなく幸せ者だ。私も。マール、俺は未だ幸運の正語を判じるに値しない身だ。そう思う。そっか。また大きな間違いを犯すかもしれない。うん。それでも俺の幸運の力に命を預けてくれるか？うん、よろしくね、ガレア。行くぞ、一気にぶち当て。
を麦取る。